皆さんこんにちは。こんにちは。今日も、ゆっくりと簡単に SCP 解説していきます。もうそろそろパート50だな。早いものだな。早いよね、あっという間よね。さて今日は、SCP-15 悪夢のパイプ。オブジェクトクラスエウクイド。オブジェクトクラス的にはヤバそうだが、何をするかが想像できない。名前から想像は難しそうだね。まあ、やばいのはわかるね。SCP-15 は移動させることが不可能。サイト敷地内に保管されてるんだ。また、攻撃的な行動を保管場所で取るべきではなく、内部のどの場所においても、手ある波動力工具による作業は許可されないんだ。あとは修理やメンテナンスもいけないんだ。なるほど。外見はパイプ、開口部、ボイラー、その他各種配管設備の集合体。パイプは、管しかにない時は成長し、下水道や地下配管を通じて、近接する建造物へ接続しようと試みるんだ。繋がろうとするのか。そうそう、それによって、2.5cm から1メートル以上の直径を持つパイプが 190km 120マイル以上存在。パイプの素材として、骨、木材、鋼鉄、人間の肉、ガラス、花崗岩が報告されてるんだ。なんかあってはならない素材があるんだが。SCP だから仕方がない。SCP-15 は、工具や攻撃に対して反応。工具の運搬、SCP-15 に対して損害を与えるあるいは修理しようという。行為も反応の引き金になり。反応すると、攻撃対象付近のパイプは破裂。供給が停止するまでの数秒間、攻撃対象へ噴出するんだ。パイプに供給されている物体として、油、水銀、ネズミ、未特定の昆虫種、粉末ガラス、海水、内臓及び溶融鉄が報告されています。そんなのを対象に吹きかけるのか、かけられたくないわ。攻撃対象が死亡あるいは退去するまで、パイプは破裂し続けるみたい。さて今日はこの辺かな。ご視聴ありがとうございました。